写真拡大。ヤクルトは1日、村中恭平投手、岩橋慶侍投手、沼田匠投手、大引明次内野手、山川浩二捕手の5選手に戦力外通告を行ったと発表した。大引は2006年の大学社会人ドラフト3位でオリックスに入団。2013年にトレードで日本ハムに移籍し、2014年オフに FA 権を行使してヤクルトに移籍した。2010年に10勝、2012年に10勝を挙げ、2016年には主に中継ぎとして52試合に登板した。今季が14年目だったが、一軍登板なしに終わっていた。フルカウント編集。